い、今ねどこにいるかっていうと、タイのバンコクにいて、プロンポンの駅からアソークの駅の歩いてきました。で、ソインの22ですね、スケビト通りということがありまして、もうちょっとしたらめちゃめちゃ混むんですね、スケビト通り で、スケビト通りを今からソインの22に入ってきます。GoPro ヒーロー11をね、昨年11月かな買ったんですけど、まだ使ってなかったですね。まあ10万ぐらい、する機材ですけど、歩きながら撮影する場合これから結構綺麗に撮れるということで、これから活用していきたいと思ってます、歩きながらということでね。ということで、まあちょっとその性能確認を含めてちょっとだから行きたいと思って歩きながらですね、行きます。そういうの22ということで、昔から番組ご覧いただいている方ちょっと知ってた方がいいと思います。あのバービア軍があったんですね。あとこの辺りのこれ、そういうの22のホテル結構比較することが結構あったので、まあ、アベルホテルとかね、なんでよくここの道も歩いたりしました。まあ、見てください、建物が、これが昔の建物ですね。だから今本当近代的な、これホリディーンですけど、ホリディーン泊まれる方はこのソイの22になります。 BTS アソークの方が近いかな。で、ここら辺は基本的にはまあ純粋なマッサージ屋さんですね。まあ、見て大体当たったりすると思うんですけどね、純粋がいなかった化粧の仕方とかね。ではホリディーンとか、まあ、結構いいホテルですかね、ホリディーンね。ここでは泊まってもないけど、韓国ではホリディーン結構何度か泊まってるんですけど、でバービア軍がなくなったということで、まあ、この当時前回行った時なんかもね、話聞いてると再開発が進んでということで建物が建てられるということで、それで結局、まあ、ここはなくなるとは言ってたんですけどね。ちょっと見に行きます。でこちらがね、結局歩いてみましょう。ハニーハウス、タイシーグール。あの、見てください。ちょっと汚いよね。まあ、これはまあタイらしいじゃん、タイらしいもん、ね。あと、路上にある、この屋台ね。まあ、やっぱ経済線で。まあ、前にこれぐらい少なくなったんですけどね。で、あそこちょっと洒落た感じの。で、ドクドクがある。いやー、今は、まあ、3月になりましたけど、結構やっぱり湿気でね、湿気がなくて、割とね、汗かかなくて感じです。はい、寒くもないし、ものすごく暑くもないんで、ちょうどいい感じですね、気候的には。マーベルホテルはね、名前変わったかなって思いました。あ、まだもうちょっと先か。リージェンシーパーク、あ、ここもホテルか。結構ホテル手配した時に結構この辺りのホテル手配しました、ね、自分自身もちろん泊まったことありますけど。え、あれ、これはビルは解体されてます。すごいね、どん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 新しくなってきますよ。あれ、なんかホテルがこれなんだ、マルコマクロか、マクロフードサービス、マクロフードサービス。こっちが入っていくと、なんかちょっと踏みしなったんですけど、ここもなんかマッサージやっていきます。これもやっぱサイバース結構やっぱりね、マッサージが300バースになってきてますね。250だったところが300とか、200が250とかね、もともと150が200とか、100が150だったけどね、まあ、100バースか150バースか、今のこんな中心ではないんですけど、昨日先日を紹介したあのホテルがいらっしゃって、トニーマッサージか、マッサージが。
そういう部分があって。駐車の方がそのそば屋さんでね、また働かれた方いらっしゃって、この間佐賀に会いに行きましたけど、去年2回マリオット。マリオもマリオットって吹水通りであったりするのがありますけどね。ローソンのどっちがありますね。いやーでもいいっすね、この辺り懐かしいな。ほんと3年2ヶ月ぶりに歩きますよ。マーメルホテルがもしかしたらあれ壊されたのかな、開店中？バービー君がどこだったかな？あれ？あれ？こっちか。バービー君はあっちがだってあれかな？あれ？結構やっぱり建設がね、いろいろと立て直したりしますね。タイムマスターがでも1時間300か、まあ大体300くらいになってきちゃうよね今ね。でここが海鮮屋、彩りの国海鮮屋ということで、はい、重いですね。マーベルホテル結構ニュージーズ待ってたりしてないですか。こっちがちょっといかがしそうな見方する。あーこれか、これがあったんだ。マーリア軍がどれだったかな、あちょっと入ってる場所持ってるんだけど、この辺りに入ったバービーアップなって、でもこっち側見るとなんかちょっと怪しい店があります。ここだったか、多分あったのかね。マーベルホテルを取っちゃったんで、ここだ、ここか、はい、隣だったよな。これ辺りが多分後しかな、これからできるんだね。ということで、ソイの22のバービアグはもうすでにこんな感じですね。